生の多くの人が数学で苦労していますね。そうですね、医学部は理系学部ですよね。一般的に理系受験生というと数学が得意だから理系ということなんですが、医学部の場合は数学がまあ得意でなくても医学部に進学したい、医師になりたい、まあそういう人が少なくないんですね。なるほど。医学部は理系学部ですが数学に自信のある受験生ばかりではないのですね。数学が苦手でも一般選抜で合格チャンスのある医学部はありますか？はい、まず数学なしで受けられる医学部として帝京大学医学部が挙げられます。帝京大学医学部の試験科目は英語、数学、化学、生物、物理、そして国語、この中から3科目を選びます。ですから数学なしでの受験が可能になります。帝京大学の他にありませんか？はい、昭和大学医学部も数学なしで受けられます。昭和大学医学部の試験科目は英語、理科2科目、この他に数学または国語です。数学を選んでも国語を選んでも構いません。ですから数学なしでの受験が可能になります。数学なしで受けられるのは数学が苦手な受験生にとってチャンスが広がりますね。この他に数学が苦手な受験生におすすめの医学部はありますか？英語に比べ数学の配点が低い大学があります。例えば順天堂大学医学部は英語200点に対し数学の配点は100点です。数学は英語の半分しかないんですね。また国際医療福祉大学、そして東邦大学、この医学部の配点は英語200点に対し数学150点です。数学の方が50点も低くなっています。数学が苦手でも大学によっては不利にならない大学もあるのですね。貴重なお話ありがとうございました。